それでは、量という字の説明に行きますね。じゃあまず2つの点を、1つが右下に向かって打ったら、これよりも上の位置から次の画に向かって抜いていきますね。まっすぐ右上がりの位置。上よりも下を長くして、右寄りから持ってきますね。45度で払って点は少し下。そしたら辺の位置に、この位置に大体合わせます。次はこの位置に大体合わせます。次のこの位置も間隔を同じして、まあ大体点のちょっと下あたりになると思いますが、この角度に合わせて長さは少し長めで持ってきます。そしたらこの線の右寄りから上は辺と大体同じぐらいの長さで良いので、下は辺よりもだいぶ下に長く持ってきます。